はいどうも、カドヤンでございます。今回はですね、前回の動画はね、次に来る漫画大賞のノミネート作品の中から、個人的に、ね、おすすめの作品を10作品紹介したっていうのもあったんですけども、今回はね、いよいよ僕個人がね、何の作品に投票したのかというのをですね、今回は発表したいかなというふうに思います。あらかじめ最初に言ってきたですね、前回の終わりの方にも言ったんですが、10作品の中から3作品選びたいかなっていうのはね、今回はね、そういうふうな形で、前回紹介した10作品の中から選ぼうとは思ってますけども、中身の説明とか紹介っていうのは前回やったんでね、今回はそこら辺は省いて、個人的にどういうところが面白いのかっていうところはね、前回に引き続いてそこら辺だけは、話していこうかなというふうには思ってるんでね。次に来る漫画大賞のね、投票方法というのはね、3位はこの作品、2位はこの作品、1位はこの作品というふうにね、毎度そういうふうな、投票形式になってるんで、だから僕個人の中でもね、10作品の中から1位、2位、3位っていうふうにね、面白い作品をね、ベスト3って形で、もちろんそういうふうな感じで選ぼうかなと思ってますんでね、だから順番に3位から、2位、1位というふうにですね、発表していきたいかなと思います。まず第3位にね、選ばせていただいた作品が、こちらでございます。君が死ぬまで恋をしたいでございます。こちらですね、ジャンルは、ユリ漫画ということでね、ユリ作品だから選ぶというわけではないんですけども、あん中だったらね、10作品なかったら、やっぱ3位はこの作品かなというところをですね、一言で言うならもう、序盤ってこの1巻の段階でね、どういう方向に向きたいのかというか、どういう作品なのかっていう風な、地盤はしっかり固まってあるっていうかね、しっかりとね、どういう方向に行きたいのかっていう、一巻の、ある程度完成度というかね、そういう意味での、なかなかの練り込み具合かなっていうかね、しっかりと練り込まれてるんじゃないかなっていうのが、個人的にはそういったところが、やっぱ、なかなかクオリティの高い作品なのかなというふうに思って、てますんでね、愛情だけじゃないっていうかね、そういう愛情とプラスアルファっていうかね、プラスして、作品としてもね、やっぱ個性を見出そうとしてるっていうところもすごくね、面白い発想というかね、そういうような感じに、見受けられた部分もあるんでね、とか言って別にですね、ユリ漫画があんま耐性がないというか、そういうようなところも初心者っていうかね、あんまユリ漫画読んだことないって人でも、この作品は全然入れるんじゃないかなというふうに、個人的にも、思ってる部分でもありますんでね、2回以降もすごく楽しみな作品でもありますし、展望っていうところもね、しっかりどういう風に方向性をね、見出すというかね、どういう風に進めようかっていうのも結構はっきりしてるんじゃないかなと思いますんでね、すごくね、2回以降も楽しみな作品ではありますね。ということで第3位に挙げさせていただいた作品が、君が死ぬまで恋をしたいで、ございます。そして第2位がですね、こちらでございます。千年狐、千歩送信機よりで、ございます。この作品はですね、キツネがね、キツネだけってわけじゃないんですけども、キツネというあやかしの類のね、生物が、人間とね、知恵比べをしたいっていう好奇心から、ちょっとね、てんやわんやというかね、ちょっとへんてこな、ストーリーというか発想っていうところが、いろいろ繰り広げられるっていうぐらいの作品ではあるんですけども、どういうことが起こっているのかっていうのはね、ぜひとも読んでいただかないとね、すべてをちょっと説明しづらい部分ではあるんですが、感性ってところがね、やっぱちょっと普通の人間とはちょっとね、おかしな部分っていうところがすごく面白いなっていうふうに、キャラクターもしっかりとね、個性も出せてるんじゃないかなっていうのもありますし、人間と交わるっていうところは、やっぱり人間の感覚がね、やっぱちょっと研ぎ澄まされていくというか、やっぱりちょっと感覚のね、変化っていうところも見られますけども、やっぱり、あやかし同士っていうところでもね、そこら辺がより、なんでこういう思考に落ちるんだろうっていう、理解ができないっていうところが、ある意味、面白いというかね、そういったところが笑いに繋がってるんじゃないかなっていうのもあるんでね、魔力もしっかりしてるし、作品のね、やり方というか、どういう風に面白さを見出すのかっていうのもしっかりと反映されてると思いますんでね。これもなかなかの作品なんじゃないかなと、個人的には思ってますね。第2位が、こちらの、千年狐千歩送信機よりでございます。そして、今回ですね、1位という風に、させていただいた作品が、こちらでございます。ワンダンスで、ございます。これはね、そんなに説明しなくても大丈夫かなと思いますね。もう見たら、すぐにね、理解できる、それぐらいの作品ではありますが、ダンスの経験がない
男子高校生が、たまたまダンスにね、今日、没頭している女の子と出会って、その子に魅了されて、自分も初めてね、高校からダンス始めると。もうそんだけですね、もうそれ聞けばすぐ誰でもね、やっぱり理解できると思うし、まああとはね、やっぱダンスに魅了されてこいというふうにね、まあそんだけ、わかりやすいっていうのが、まあ一つね、まあダンス漫画っていうところの特徴とか、うんうんってわけじゃないんですけども、まあ誰が読んでも入りやすいのは、まあ間違いないところかなというふうには思いますし、キャラクター2人がね、なかなかちょっとね、内面的な部分でも、まあ対照的っていうのもあるけど、でもこういう2人がね、もしかしたら恋に落ちる可能性もありますし、でもやっぱ恋に落ちるよが、やっぱダンスっていうところが、やっぱね、キーになるっていうのは間違いないと思いますしね、ダンス漫画で熱熱い、そしてね、やっぱそういったところに魅力ももちろん一巻の段階でも出せてますし、まあコンビ系っていうかね、まあそういった目線でも、まあ2人の関係性ってところでもね、やっぱダンスがキーになってきて、まだまだ今後もね、やっぱ関係が深くなっていくんじゃないかっていうのも、まあすごく今後としても楽しみな部分でもありますしね。前回の10作品の中でね、個人的に、まあ、選ばせていただいた作品で、まあ一番良かったなと思った作品がね、まあそういう1位にさせていただいたんですけども、こちらのワンダンスでございます。はい、ということで今回はですね、僕が何の作品に投票したのかというのをね、3作品紹介しました。まあ前の全10作品とかもそうなんですけども、やっぱりね、人気の作品とかをわざわざ、まあ紹介するまでもないかなっていう心意気でいたんでね、まあやっぱりまだまだこういう作品は世に出てないのかなっていうのをね、勝手に選んで、そんな中でね、やっぱ応援したい気持ちとかも、まあありましたんでね、やっぱり人気作品はちょっと今回は、まあ僕の中では除外して、まだまだ、出たばっかり、今後人気が出るかもしれないっていうところをね、まあ選ばせていただいたんですけども、この機会に試し読みでもね、それぞれの作品はね、読むこともできますんでね、そういうところで拝見していただいて、ぜひとも本当買っていただきたいかなというふうには思ってますんでね、まあまだ今後もね、いろいろ、まあこういう賞レースなどもありますし、まあ別に賞レース関係なくね、やっぱ何個かの作品をまとめて紹介するテーマとかも考えればいくらでもできるのかなというふうに思いますんでね、まあいろいろ、まあ人気のある作品ももちろん、まあ目をつけてはいますけども、まだまだ今後もね、一巻出たばっかりとか、まあ今後人気出そうなっていうところもね、目を向けながら、いろんな漫画を紹介していければなというふうに思っております。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。